さんこんにちは、河内源一郎商店の桜木優衣です。本日は醤油麹の作り方をご紹介します。醤油麹作りも塩麹と同じでとても簡単です。では早速作っていきましょう。準備するものは米麹、醤油、密閉容器、これだけです。まずボウルにこの米麹1袋をすべて入れます。そして醤油 500ml を加えます。そして米粒がしっかり潰れるようにしっかり混ぜ合わせてください。1日1回米粒が潰れるようにしっかり混ぜてあげて熟成させます。夏場でしたら冷蔵庫で2週間から20日程度、冬場でしたら常温で10日から2週間程度、味が馴染んできたら完成です。塩麹と同じように鶏肉に揉み込んで蒸し焼きにしたり、野菜とお魚に和えるだけでもとっても美味しいです。ソース作りにも活用できますので、ぜひいろいろ試してみてくださいね。本日は醤油麹の作り方をご紹介させていただきました。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。インスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。河内源一郎商店の桜木優衣でした。